にちは、しおりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はね、あのですね、数々のコメントをいただいた結果することになりました。ホス、うん、コスメワゴン紹介。コスメワゴンね、はい、ということでね、新しくなったので紹介していきたいと思います。はい、じゃあどうしよう、カメラ近い方がいいですかね。いいです。はい、じゃあカメラ動かします。もうね、もう 見た目から変わったと思います。あ、もうワゴンをね、新しくしたんだよね、はい、これはドンキで買いました。ドンキで、1999円だっけ。あれ1900円でしたね。そうだっけ。うん、じゃあ上からですか。上からですね、ま、上はこんな感じで、ね、ここはでも前と変わってない、ほぼ変わってないと思う。ほぼ変わってないけど、じゃこの辺から筆でしょ。筆、全部100均全部100均ここだよね。で、鏡、これも鏡、うんうん、で、これがなんだっけ、ビューラーに、ビューラー、なぜか爪切りが。あ、爪切りもでも必要だよね。必要だよね、うん、で、ここ使ってないんだよね。ここのチークいらずだし。あ、ここ全部チーク、うん、使ってないんです。どんなチークがあるのか、さっと。ああ、ね、友達とお揃いのやつと、あと全部100均。うん、これ100均です。そうだね。100均。はーい、はい、というわけで。で、ここが、ここがなんか、あ、これニベアの、ニベアのもらったやつ、試供品もらったやつ、日焼け止めのね、はい、日焼け止めです。で、ここがね、100均で、うん、これが一昨年、うん、なんかパウダーみたいなね、うん、そう、うん、あんま使ってない、使ってないです。で、ここが鏡と、ここが鏡と100均ので、これと、これ何、あ、クルリンパ、あのクルリンパするやつ、紙を、あ、100均で売ってるクルリンパするやつ。そう、こうやってこう結んで刺して、こう通してくらってする、うんうん、あ、はい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 。あれを入ってるのねやつです。はい、ね、次は手前行きますか。こっちがリップコーナーで、はい、こっちが匂い系、匂い系匂い系というか、うん、そうです、匂い系のものを置いてます、うん、はい、これなんか前なかった気がする。そう、こちらはもう厳選行った時に1000円ガチャで当たったやつです、うん、そうだ、まだ動画上がってないですね。嘘、ほとんど上がってないです。ピンク色当たってね、めちゃめちゃいい匂いなんですね。そうだよね、はい、はい、というわけでこっち行きますか。え、リップは飛ばすんですか。はい、次リップちゃんが、ここが100均コーナーで、ほとんどでも100均だよね。で、これひまちゃんとお揃いのリップ、雑貨屋で買ったやつね。で、これが友達とお揃いのやつ。そうだね。で、奥は前もあったね。前はあった、はい、はい、リップです。でね、うん、隣行きますか。はい、隣は串2個と、うん、ここにね、あの、うん、ピンなんです。あ、ピンが入ってるんだ。なんか前髪のピンがいっぱい入ってる。なるほど、やつです。はいはいはい、前髪止めるやつね、使ってます。なるほど、はい。で、ここは、これは、これは、あ、忘年会の時に、裏フェスだっけ。あ、そうそうそう、その時に使ったやつだね。ママの字です、これ。ママが来ました。はい、で、これなんかもったいなくて捨てれないんですよ、ね、思い出が詰まってるというか、ね、で、飾ってます、はい、で、この中、あ、これが、うん、スリーコインズで買って、あ、そうだね、中身が最近よく使うアクセを入れてます。そうね、アクセ入れはまた別にあるんだけど、その中でもよく使うものだけちょっと一応ここに使ってみたいものです、うんうん、はい、はい、というわけで1段目は以上ですね。はい、じゃあ次2段目は、2段目がこんな感じです。開いてるんだけど、それがあれかな、これがスキンケア用品、パンパンだ、パンパンで大きくしたやつ。そうですね、うん、何が主に入ってんですか。ニベアとか、うん、化粧水、うん、美容液、うん、あとリップ、うん、あ、これはね、あの前しほちゃんが自撮りのナイトルーティーンっていう動画上がってると思うんですけど、 あの時にあのスキンケアを夜してたね、それだよね、それが全部入ってる。あと、なぜかね、これが入ってんの。あー、これね、あの
髪ワックス固めるやつね、あのちょびちょび生えてる毛を固めるやつ。そうですね。なんかねリップが入ってるの、うん、あーリップ薬用じゃないやつ。エチュードハウス薬用じゃないやつも入ってる。ほんとだ。じゃあそっちじゃないの、上じゃないのそこにしてはね昇格しないとこの辺はねリップとかね。はい、こんな感じで。はい、ね、ここもね紙の紙の用品、これ大好きなんだよねこれね。でこれ薬局でなんか4個セットが安く売ってて、はい、買ってみたんだよね。いろいろ試したいっていうことでね。まだ黄色残ってて今5個入ってるんだけど、うんうんうん、はい、これを。紫もあったね。紫これ、あ、こっちか、裏に。はいはい、これいいですね。いいですね。あとねまた同じのが、あ、そう、これはもうネットで買いました。買いました。これも欲しいっていう。あとこれも紙用品で、あ、これも薬局でこの前ね、この前買いました。オイルみたいなやつ。そうです。そうだよね、気に入って。ヘアオイル、はい、うん、ヘアオイル気に入って。ヘアオイル大好きでね、もう一本実はもう使い切ってね。これとは別だけど、もう一本最近使い切っちゃって、これ二本目なんですしおちゃん。最近本当にハマって。髪がねシャンプーとか大好きでね。そう、シャンプーもこれと同じシャンプーとかを買ったんだよね今回ね。買いました。はい、本当ね薬局でシャンプーコーナーけど手順ある。シャンプーコーナー大好きだよね。雑貨屋でもシャンプー見てるもんね。見てる見てる見てるはい。でここが主に鏡で、うんうん、ここにも鏡があります。奥にも鏡、はい、これが使ってる、これがあれかな、よく使うメイク、よく使うメイクコスメを毎日、大人で言う毎日メイクみたいな感じのコスメかな。そうですね。まあ、しほちゃんは毎日メイクもちろんしないんですけど、見てください、どんな感じですか。ニベア入ってるんだけど。あ、ほんとだ、ニベアまで入っちゃってるけど大丈夫ですか。うん、私こういうとこね、ニベアいっぱいあるからね。こういうところは良くないんだよ。良くないねさっとアイシャドウパレット。アイシャドウはいつもこの2つが主に ね使ってますね。めっちゃ役立つ。うん、役立つ。パレット1個でもできるから、うん、めっちゃいいの、うん、これに、ね、付き加えてアイシャドウ何個か入ってて、うんうん、あとリップも結構入ってます。リップは何を入れてるんですか、ね、セザンヌ。あ、そうだね、セザンヌだね。とか、うん、これひまちゃんからもらったやつ。あ、そうだね、ママからドンキでもらっていいですか。あ、そうね、入ってますね。はい、あ、それそれはリーダブル、リミです。あ、リミからもらったやつ。リミからもらったやつ、いろいろもらい物、もらい物が多いんですよ。あとまたセザンヌ出てきました。そう、セザンヌ大好き。うん、このセザンヌ好きなんですよ。で、あとはもう待って、何、ボールペン入ってる。ボールペン、ちょっとなんでボールペン入ってんの。もうディズニーのお土産なんで受けるんですけど、あとはもうあれか、涙袋書いて。涙袋書いて、これはよく出てくるよね動画でも。あ、これあれじゃん、スリーシーじゃん。え、これも使ってます。うん、涙袋と、うん、今からもらったチーク。あ、これね使ってないんですよ。なんか使うと変になっちゃって。そうだね、いつもやって、ね、やって失敗して、うん、あ、取るみたいな、取るみたいな悪循環。これぐらい、あとは、あー、これですね。あーですね、これもアイシャドウです。これもね、うん、すごいいいんですよ。あ、ママからもらったやつとひまちゃんからもらったやつ、うんうん、これもキラキラしてるんで、たまに涙袋塗ったり、うんうん、もちろんアイシャドウとして使う時もある、そうだね。え、これもよく使います、この、ね、これもこれはエチュードハウスで買ったやつ。これが筆と、うん、あの眉毛描くんですけど、うんうん、まだ 1,2 回しか使ったことなくて、うんうんうん、まだ練習中なんですよ。あと、まだ入ってるよ。あ、これ。あ、これが雑誌です。うんうん。雑誌のやつと、あ、これも使ってる。ミシャの。キラキラシャドウ。そう、これね。うん。このね、この色とすごい似てるんだけど、違うっていう。うん、あー、確かに。似てるね。でしょ？うんうん。よく使うんですよ、これも。かわいいよね。かわいいよね。ピンク好きで。うん、で、あと、あ、これはこれはママがあげました、もらいました。はい、まあもうなんかママはもうなんか可愛いけど、なんだろう、もうママにはなんかこう可愛い系はいいかなと思って、
しほちゃん、しほちゃんの方が似合うかなと思ってね。ありがとうございます。ママのを譲ったって感じです。でもあんまり使ってないかもしれない、ね、使ってないですね。まだしほちゃんにはまだちょっと早い。まだ早いね。これは、ね、これ可愛いよね。ジルね、可愛いよね。可愛いんですけどね。なんかしね、もうママは卒業で、はい、でママこれもう少し大人だったら使うかな。そうだね、もうちょっと中高生ぐらいになったら使える。そうそう、使うかな。でもね、化粧品はなんか一応ね、そう、賞味期限的な ものもあるから。あ、そうなの。そうだね、まあ徐々に使ってください。わかりました。はい、でピンと筆です、うん、あー、これね、はい、一応入れてるという。以上です。空っぽ。空です。はい、はい、これがなんか毎日メイク的な。待って、ゴム入ってた。あ、ゴムね。ゴム入ってた。以上ですね。です。はい、はい、じゃあそっと閉めてください。はい、あ、じゃあちょっとそれどかしてもらって、ここはもうなんか使ってない、ね、前ここは変わってないね。変わってないね。100均とか、100均とかユーグラムとか入ってるし、ちょっと待って、映るかな、うん、ここはもうさっと100均とか、あと何、どこで買った、ほぼ100均だね。ね、あと雑誌だね。雑誌の付録的な。あ、入ってた、入ってた。あとここ下映ってる、この辺も雑誌かな。雑誌だね。ね、あとはもう、あとはあの300円ショップ、サンキューマート、サンキューマート、サンキューマートか。あ、300円ショップじゃない、ね、下も下はリップとか、リップだね。 UR グラムも入ってるし、あと雑誌でもらったやつとか、はいはい、入ってますね。はい、そうですね。あと折り式かな、これ。そうだね、アイプチ、アイプチが入ってますね、こう白いの。こんなもんかな。こんなもんだね。ここはもう前とほぼ変わってないですね。変わってないですね。使ってないですね、要は。はい、じゃあ最後かな、一番下。ここはもうマニキュアとか、うん、ネイルだね。奥が、奥がちょっとスキンケアっぽい、そう、ニベアとか、うん、ですね。そうだね。で、奥もマニキュアちゃん、で、ここが、あ、メイク落としシートとか除光液か。はい。で、あ、これがあの塗った後に乾かす、乾かすやつ、100均で。分かった、これ。これね、これね、これあのダイソーで、これ親指塗ってあるの。何で塗ってあるの、汚い、これ汚くないですか。こうやってこう乾かすやつ、うん、なんかこれをこの時はね、うん、なんか塗りたくなっちゃったの、なんかだから、あの、イラついた時よ。イラついた、なんでまたはみ出したんだ、私って。イラついちゃって、もう塗っちゃったわけ。そう、あの、乾かしてる時にこうこれで綺麗になるから、私、みたいな面白い。塗っちゃったやつです。はい、これしまっておきましょうね。これがここにありまして、はい、で、ここがもう100均のこのあれにネイルが入ってる。1段目とかこう2段目、こんな感じ、はい、こんな感じで収納されてる。奥もこんな感じかな。そうですね、奥も、奥も段になって置いてある感じです。で、ここが引き出しなんだけど、ここはピンセットとか、あとなんだろう、なんていうの、ラメを、ラメをつけたり。このラメつけたの、今つけてんの、ほらリミにつけてもらった。どのラメ、これ、めっちゃ細かいやつ。これね、これどこで買ったんだろう。これね、スリーコインズの福袋、うん、あー、あ、そっか、福袋に入ってたやつか。この、あ、ここはもう入れたけど、ね、ここ多分福袋、うんうん、そうだね、足、うんうん、結構、うん、で、引き出しの下にもネイルと、ラメ、ラメか。あとイヤリングも入ってる。あー、使わないやつか。あ、使ってないやつ。ほぼ使ってないやつ。出せって感じだよね、横着しないで。すいません。出せって感じだね。ちょっとさっと出しよう。こんな感じで。1段目がね、こんな感じで。うん、こんな感じで。2段目が。なんかちょっと夏っぽいね、この辺ね。2段目。うん。3段目が。おー、ここもなんか。ラメとイヤリングが、うん、ちょっとアクセサリー系も入ってるということですね。漏れちゃったんですよ、これ。
そうだね、リミからもらったの誕生日に。でもあの捨てられなくて。そうだね、誕生日にもらったからね。壊れちゃって使えないんだけど。そうだね、こういうのも入ってます。もうちょうど開いたからこんな感じですね。あ、ハトムギのあのジェルも、ジェルとニベアと、うん、これハンドクリームかな、ボディミルクと、そうですね、うん、あとこれも、あ、これあの新大久保、そう、エッセンスパック、うん、こんな感じかな。あとはもうネイル出してください。はい、じゃあしまいましょうか。しまいましょうか、うん、はい、じゃあこんな感じで、あと紹介してないところはないかな、ないですね、こんな感じですね。はい、あとなんか結んであるスカーフ、そう、これうちにもスカーフが、ね、これが一番うまくできたリボン、あ、これは H&M で買ったやつだね。そうですね、めっちゃセールだった、うん、めっちゃセールでめっちゃ安かった時これもね、なるほど。どうですかこの新しいワコンの使い心地は。めちゃめちゃ気に入りました。めちゃめちゃ気に入りましたか、うん、収納力半端なくて。そうだね、前もほんとちっちゃかったからね、ワコンね。ちっちゃくてね、はみ出してたもんね、そう、荷物がこれの上にこう乗せて、うん、またこう乗せて、そうそうそう、積み重なって、ね、こう乗せてこう乗せてみたいな、うん、そう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 、なので、まあ、だん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 そうなっていくんでしょうけど、また増えたらこの上に物が上がる、この上にも物が上がるみたいな感じになりそうですね。はい、はい、よし。でもすごい良かったです、すごい使い心地よくて良かったです、気に入っていただけて。気に入りましたね、はい、コスメワゴンを紹介してみました、うん、はい、はい、というわけでそれでは待って、本当にぎこちない、もう一回やろう、うん、いいよ、挨拶ぎこちない、もう何年やってんの YouTube、 4年で、あ、もう5年間やばくない、大丈夫、やばいよね本当締め方、本当に最近マジで分からなくて、さ、今度昔の動画見返してみようか今回はコスメワゴンを紹介してみました、はい、皆さんもぜひ作ってみてください、はい、あ、ダメだ、ダメだ、気がつない、なんかね、あの棚に、収納するのもいいかと思うんですけど、なんかこう動かせるっていうのはすごく便利かなっていうのはあります。まあね、なんかこうこっちで化粧したいとか、まあ、あんまないかもしんないけど、だいたい翔ちゃんももう机の上とかだからあれだけど、でもなんか部屋の模様替えする時も楽だし、楽だった、うん、なんかね、いいんじゃないかなって思います。まあこうやってワゴンしてる人あんまいないかもしれないけどね。みんな可愛いドレッサーとかかもしれないけど、でも千穂ちゃんはもうまだ全然まだ小学生なので、これでほんと十分で。十分です。もうこれでもう、ね、逆にありがたいですよ、これで。そうだよね。はい、1999円だかなんかのドンキで買ったワゴンでした。はい。新しいワゴンです。はい。はい、それでは、バイバーイ。ありがとうございます。